おはようございます。ということでですね、もうね時間が6時過ぎてます、走ります。今日はジョグです。10キロぐらいというのがですね、あれよ、先週ね土曜日にちょっとロングジョグってやったら失敗したっていう動画を上げてると思うんですけど、あそこでねちょっと足おかしいんだよねっていう話をしたと思います。なので日月火水とですね4日間、丸4日完全ランオフしました。ウォーキングもやったんですけどね、丸4日完全ランオフしてひたすらストレッチとかをやってたんですけど、変な硬さも多分ないんだと思うんですよね。もう大丈夫そうなんで復活というか、確認をしようかなと思ってます。でね、ジョグのペースはゆっくり、のんびり走ります。今日ね30度超えたんですよ。暑いっすよね。なんでノースリーブですが、夕方は風があって涼しいです。はい、ってことでね、まずはちょっとサクッと10キロ行っていきたいと思います。あんまり遅くなると暗くなってサングラスで、まあ前が見えない方じゃないですけどね、あんまりよろしくないんで、はい、サクッと行っていきたいと思います。はい、いつもの河川敷を5キロ来ました。足は全然平気です。全然平気、よかったよかった、もう大丈夫ですね。やっぱ4日ねランオフしたんで、でストレッチね、前ももとか腸腰筋ら辺を結構頑張って伸ばして左右差感じたくなったんで、それですね。だからね、怪我っていうよりも多分筋肉疲労的なやつだったんですよねって勝手に思ってます。なんかもう今日ね目的達した感があるんですけど、まあ10キロぐらいまでは行きますかね。ということであと5キロ頑張ります。はい、今7キロ来ました。なんかもうきち、疲れてた。今のところ足大丈夫ですね。まだ足大丈夫だね。変な違和感もないし、快適そのものって、快適というか足は痛くない、多分大丈夫です。はあ、はあ、いや意外としんどかったな今日。やっぱ4日あげるとそこそこきますね。あと暑いっていうのもあんのかな。お疲れ様でーす。真っ暗、特にサングラスしてるんでね。つってもあんまりこのサングラス暗いものじゃないんですけど、だいぶ暗くなりました。意外としんどかった。とりあえず10キロ足の痛みなしでいけました。でまあ多分大丈夫なんだろうけど、今日もねやっぱちょっと念入りにちょっと足のねストレッチとか、ちょっとそれは様子見ながらやりたいなと思います。まあこの4日のランオフで治るってことはやっぱ怪我ではなかったんですよね、きっとね。そのね筋肉疲労だと思うことにします。特にあのゴールデンウィークね後半の木曜土曜と中1日で5キロを頑張って走るのをですね2本やってるんですよね。それでちょっと、まあ、痛めたというか疲れたっていうね、筋肉の疲れがあったとかっていうのはまあない話ではないのかなとは思います。まあ今日のところはそんな感じですね。ということで一旦失礼します。はい、土曜日です。今はですね土曜日の16時30分頃、夕方ですね。まあ午前中ねちょっと天気悪かったんで、夕方にしました。で土曜日夕方走ります。で週末はねあのロングジョグでって言ってたんですけど、今日はですねすいません、ロングジョグではなくて、まあ行き地ペース、まあ行き地走ですねにしたいと思っています。ちょっと競馬的に言うと脚部不安っていうんですかね、っていうの明けっていうのと、まあ、あとはあの実は明日ね、21日の日曜日なんですけども、ビヨンドなんかを主催してる RS ラボっていうね、原宿表参道にある施設っていうんですか、その会社っていうんですか、なんて言えばいいんだろう、だところでやるあのアビリティ計測受ける予定なんです、日曜日のお昼過ぎなんですけど。なので、まあ、それ受ける前日にちょっとロングジョグとか、まあ、25とかね30キロ弱走ってるってどうなんだろうと思って、まあ、それはねある程度こう疲労が抜けてというか、ある程度元気な状態で受けた方がねいいのかななんて思ってですね、行きそうということにしました。はい、ということで行ってきます。じゃあ行きそう行きます。
4キロ過ぎました。ちょっとペース上げすぎましたね。ちょっと途中早かった。なんかねすごい調子よくてペースバーッと上がっちゃったんですよね。それが今なんかガクッと来てる感じがあります。下手。はい、ということであと3キロ頑張ります。はい、6キロ過ぎました。あと1キロ。やっぱね結構きつい。楽じゃねえな。まあでもこの暑さ気温でってことを考えればこのペースは結構粘れてんじゃないかなと思います。ではラスト1キロ頑張ります。7キロ終わりました。いやーしんど。はい、お疲れ様です。ということでね、今日は7キロの行き走でした。まあペースはね出てる通りなんですけども、ちょっと早かったですね。もうちょっと遅くても、もう5秒ぐらいずつぐらいは遅くても全然良かったし、まあ、5秒から10秒遅くても良かったのかもしれません。ちょっとなんかね調子よくて、この暑さ最近走った中では結構高いんですけど、まあその中でもいいペースで行けたので、まあ、調子良かったですね。疲れが残ってないですよね、体に。やっぱ4日ランオフしてるんですよ。日月火水ってランオフして、で木1日ね、まあ、10キロぐらい走りましたけど、すぐ昨日金曜日はね休んでるんでっていう状況なんでですね、非常に疲れが残ってないんですよね今ね多分。なのでスッと上げやすかったっていうのも、まあ、あるのかなというふうには思います。このね筋肉疲労なのかな、こう脚部不安っていうんですかね、足の不安の影響はもう多分ないかなっていうふうに思います。今日何の不安もなかったですね。ちょっと足痛めてるというか、ついちょっとね不安があったことを忘れてたぐらいでしたんで、もう大丈夫です。それでね明日のね、RS ラボ、ラブ、ラブ、RS ラボ、ラブの、アビリティ計測なんですけども、ちょっと動画にできるかわかんないですけど、一応ね、撮影の許可は日程予約するときに取ったんですよ。撮影していいですかって言ってね。ただいいですよって帰ってきてるんで、公開できるかなと思うんですけど、まあちょっと、まあ結果はどういった形になるかわかんないですけど、まあご報告はしようかなと思っております。で、春先にね、ミスノの計測もしてるんで、まあその時と比べてね、どのくらいの誤差が出るのか、誤差というか差が出るのかっていうのもちょっと興味あるところですよね。水野の方はね6000円で受けれるので、でそれとこの RS ラボの、アビリティ計測ってアビリティ計測15000円、14000円の消費税なんですよ。なので結構値段違うんで、まあ、どういう数字が出るのか、どのくらいの差が出るのかっていうのはねちょっと興味あるところだなと思っております。あんまり変わらない結果が出るんだったら水野でよくねってなるじゃないですか。6000円での方でいいよねっていうね、ご覧いただいている方の判断材料になるかもしれないし、やっぱりちゃんとやった方がいい、だからねやっぱ高いだけのことあるよねっていう結果になるかもしれないし、まあ、それは2つやって比べてみたっていうねものがないので、まあいいこういい例示ができるんじゃないかなと思ってます。でどういう数字が出るかはねぜひ皆さん予想してみてください。全然わかんないです。それでねその計測が終わったらなんですけども、ちょっと以前に予告というかちらっと動画内で喋ってたナイキのカンパニーストアの方に行こうと思います。本当はねカンパニーストア行くのが本命で、なんか東京に行くのにそれだけの用事で行くとですね交通費で負けてしまうので、なんか他の用事を入れようということでですね、ちょっと興味のあった、アビリティケースを入れたっていう経緯になります。結構ナイキの各種アパレルシューズが4割引きぐらいで買えるらしいんで、ちょっと期待をしています。ベイパーフライ
アルファフライ、インビンシブルラン、あとフライイーズってのに興味が実はあります。一番興味があるのがフライイーズってんでしたっけ、あの立ったまま脱ぎ履きできるっていうやつね、あれが実は一番興味があるんですけど、ちょっとその辺があれば買っちゃおうかな、どうかなっていう感じです。はい、ってことでね、まあ、今日の、まあ、今日のというか今回の動画は以上になります。今回ですね、前半部分が、木曜日とですね、足をが痛いって言ってた後から4日間ランホールした後のジョグの様子で、中1日空けて本日が7キロの行き伝でした。ということで本日は以上になります。本日も最後までありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。それでは失礼します。